この動画は茨城県の児童生徒へ向けた動画です皆さんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校4年生の国語人物の変化を捉えよう走れの8時間目の内容ですこの時間は 中心人物の気持ちの変化を考えますこの時間の目当ては信代の気持ちはなぜ大きく変わったのかを考えようです前回の学習では信代の気持ちが変化するきっかけとなったのはどの部分かを考えました今日の学習では 信代の体に絡みついていたいろんな思いが2人の声援を聞いてどのように大きく変わったのかを想像しその理由も考えていきましょうではここで動画を止めて第3の場面を読んでみましょう読み終わったら再生してください 最初に、姉ちゃん池やの信池という声援は、誰のどんな思いが込められているでしょう。想像していきましょう。誰の言葉か分かったら、ノートに書きましょう。ここで一度動画を止めてください。 書き終わったら再生してください書き終わりましたかそれでは確認していきましょう誰の言葉でしょうかそうですね姉ちゃん池はケンジの言葉ですねそして信代池 はお母ちゃんの言葉ですねどんな思いが込められているかについては書き込む前に少し場面を振り返っていきたいと思います足の遅い信代にとって運動会は憂鬱な日でしたねだから走ることそのものを応援してあげる気持ちを想像すると良いでしょうさらに 信代が走る直前にケンがお母ちゃんに腹を立ててしまいましたね。見てもらいたかった短距離走にお母ちゃんが遅れてきたことと、せっかく作った特製弁当をお店の弁当と同じと感じてしまったことが原因でしたね。お母ちゃんもがっかりです。その後もケンは、 信代がお母ちゃんの応援メッセージを届けたのに文字を睨んだだけでした一方のお母ちゃんはがっかりしている自分のところから信代が応援メッセージを持って賢治を追いかけたことは気づいていますこうなると賢治とお母ちゃんは信代が自分のためにしてくれた行動について何かしら思いを抱いているということが考えられますまととめると 信代の走りそのものへの応援信代が二人にした行動への思いを書いていけると良さそうですねではここでまた映像を停止してくださいケンジとお母ちゃんの二人の思いを想像して実際にノートに書いていきましょう書き終わったらまた再生してください どうですか書くことができましたか画面の上のどんな思いのところの例文もぜひ参考にしてみてください次にもう一つ聞こえてきた言葉「走れ」そのまんま「走れ」には誰のどんな気持ちが込められているのでしょうか 想像していきたいと思います。走れ。そのまんま走れ。これは誰の言葉でしょうかケンジかなお母ちゃんかな信ぶかな回数は何回言ったのかな ?1 回かな ?2 回かなそれとも心の中でこの言葉が何回も響いたのかなさらに、 この言葉にはどんな気持ちが込められているのでしょうここで動画を止めてください誰の言葉かどんな気持ちだったのかを想像してノートに書いてみましょう書き終わったら再生してくださいどんな言葉が書けましたか 確認ししてみましょう例えばケンジとお母ちゃんの2人がビリでもいいから頑張って最後まで走ってほしいと思っているのかもしれません。またやはり2人が順位なんて気にしなくていいから自分のできる限りの力をそのまま出し続ければいいと後押ししたい気持ちになっているのかもしれません。もしかしかたら 二人の声に後押しされた信代が自分で自分を励ましているのかもしれません。いろいろなことが想像される場面です。ぜひ深く想像してみてください。次に二人の声援を聞いて信代の気持ちがどのように変わっていったのかを想像していきたいと思います。具体的には、 信代の体に絡みついたいろんな思いとはどのような思いだったのか、そして二人の声援を聞いて信代の気持ちがどのように変わっていったのかを想像していきたいと思います。物語の中に、体に絡みついたいろんな思いが走り出せた瞬間にスルスルと解けていったとあります。 まず、体に絡みついたいろんな思いとは、どのような思いだったのでしょうか。ここで動画を止めて、その思いを想像してみましょう。考えがまとまったら、また再生してください。どうですかどのような思いがかけましたか ここで例文を見てください特にお母ちゃんショックだったろうな検事も寂しくて私だって本当はこれらの言葉は物語の本文から押さえておきたい思いですその他 二人ともかわいそう、考えすぎて走ることに集中できない、などはどうでしょうか。次に、それらの思いがスルスルとほどけていったとありましたが、どのように気持ちが変化していったのでしょうか。ここで動画を止めて想像してみましょう。考えがまとまったら、また 再生してくださいさてどのように変化していったのでしょうか例えばこれらの思いはどうでしょうか参考にしてみてください。 ここからは、の場面に入ります。この場面では走り終わった後の信代の家族の様子を読み取り信代の家族に対する気持ちがどのように変わっていったのかを読んでいきましょう。ここで再び動画を止めて、 走り終わった後の様子が現れている言葉や、文章に線を引きながら、第4の場面を読んでいきましょう。読み終わったら、また再生してください。読み終わりましたかでは、画面を確認してください。 どうですか次の言葉に線を引くことができたでしょうか。最後に、 信代の家族に対する気持ちを想像しましょう笑いながら走り続けた信代は心の中でケンジやお母ちゃんにどんなことを言っていたでしょう信代になったつもりで考えてみましょう ケンジにかける言葉お母ちゃんにかける言葉それぞれを考えてみましょうここでまた映像を止めて想像したことをノートに書いてください書き終わったら再生してくださいどうですか 書くことはできましたか確認していきましょう例えばケンジには「お母ちゃんが私たちを大事に思ってくれていることが改めて分かってよかったね」。お母ちゃんには「ケンジにケンジを大事に思う気持ちが伝わってよかったね」などはどうでしょうか 家族のお互いを思いやる気持ち、信代の嬉しい気持ちなどが捉えられると良いですね。これでこの時間の学習を終わりにします。次の時間は、あなたが心に残った登場人物に手紙を書く学習です。